秘密の森姫のドレスは森に咲くお花のドレス。この綺麗なお花のドレスを着てパーティーに出かけるよ。とってもよく似合ってる。パーティーへ行くドレスは決まったけど、その他のアイテムはどうしようかな。頭のおしゃれはどれにしようかな。バラのお花？それとも麦わら帽子？それともお花の輪っか？それともお花のついたカチューシャにしようかしら。それともかわいいリボン？秘密の森姫に似合う頭のおしゃれ、どれかな。帽子をかぶってみるよ。うわ、帽子もすっごくよく似合うね。リボンはどうかな。リボンもかわいい。お花のカチューシャは？うわあ、これもすごくよく似合う。お花の輪っかはどうだろう？これも素敵だね。バラのお花は？わあ、これもゴージャスで素敵。ドレスの色と合わせると、このお花のカチューシャにしようかな。うん、すごいよく似合ってる。頭のおしゃれをしたら、今度は足元のおしゃれ。どんな靴を履こうかな。緑色の靴？それとも紫色の靴？ピンク色の靴もいいかも。あ、真っ白なこの靴、かわいい。どの靴が似合いそうかな。この靴はどうかな。わあ、この靴も素敵。だけど、ドレスに合わせるなら、こっちの靴の方が合ってるかな。でも全体的なコーディネートを考えると、こっちの靴かな。上品さなら、この靴が一番。よし、靴はこの靴に決まり。ドレスにもよく合ってるね。ドレスとヘアアクセ、靴が決まったら、パーティーに持っていく小物も選ぼう。パーティーには何を持っていけばいいかな。ワンちゃんと一緒にパーティーにお出かけしようかしら。それとも、パーティーに欠かせないお花を持っていこうかしら。リボンの形をしたカバーも素敵よね。日傘も忘れないようにしないとね。それから、一輪のお花。素敵ね。パーティーには何を持っていこうかしら。ワンちゃんと一緒に
パーティーにお出かけするのもとっても楽しいわね。今回はワンちゃんはパーティーお留守番で、おっと、みんなのためにお花を持っていこうかしら。それともお上品に日傘にしようかな。黄色の日傘もいいけど、ピンク色の傘も素敵よね。このリボンのバッグもかわいい。ここは大人っぽく、一輪のバラを持ってくのも素敵よね。今回のパーティーにはワンちゃんを連れていきましょう。バラのお花も忘れずにね。パーティーのコーディネート決まったわ。とっても楽しいパーティーになりそう。楽しみ。私のお洋服どうかしら。可愛かったらコメント欄に可愛いって書いてくれると嬉しいな。いいねボタンも押してね。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。